っくりしていてね。こんにちは。本日もゆっくり神社へようこそおいでくださいました。解説のゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。年が明けて早くも3月になり、世間は年度末で忙しい時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？暖かいところでは桜が咲き始めているところもあるけど、まだまだ雪が降ったり、夜は冷え込みが厳しかったりと体調管理が難しい季節だよな。そんな中ですが、当チャンネルも視聴者様、チャンネル登録者様も増えてきて、非常に嬉しい限りで、しかも4月1日でチャンネル開設1周年の節目を迎えます。本当にありがとうございます。1周年記念のライブ配信も企画していますので、詳細が決定したらチャンネルコミュニティでお知らせします。さて、今回はそんな当チャンネルの振り返り企画の一つといたしまして、神社参拝動画の参拝の動画をまとめて見ていく動画となります。各神社の解説はそれぞれの動画を見ていただくとして、今回我々はあまり喋らずに、純粋に参拝を楽しんでもらう企画なんだぜ。そんなこちらの企画第1弾は、千葉県の神社を4つ見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。
それぞれの神社の雰囲気は伝わったかしら？こうして見返してみると、どの神社もいい雰囲気だし、また実際に参拝したくなるよな。神社って、季節や時間で違った表情を見せてくれるから、同じ神社であっても何度も参拝したい気持ちになるわよね。皆様も、家や職場の近くの神社に訪れてみてほしいぜ。今回は以上になります。また違う県のまとめて参拝動画も予定しておりますので、ゆったりしたい時に流し見できるような動画にしていきたいと思います。天候やうぷ主の仕事の関係で予定していた神社への参拝ができなくて、新しい神社を楽しみにしていた方には申し訳ないんだぜ。新しい神社参拝やご祭神様解説も、でき次第随時動画をアップしますので引き続きご視聴いただけたら幸いです。皆様が幸せでありますように。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。